いからやってきたのか不思議。タイムトンネルジョンジョンジョン、現れ消える、あれは善玉正義の守り神、操るメカゼンダライオン、無敵は素敵。ゼンダマン、輝けゼンダマン。超特待士だよゼンダマン。ここはどこかのスーパーマーケット。今日は悪玉トリオものんびりとショッピングに来ている。ーダリラティアン、キュービジュピッパッパ。無女様まだ何か買うつもりなんでしかも。うるさいね、お金ならニャラボルトちゃんの小判がまだたくさんあるじゃないか。ほっ、危ないよ危ないな。あの子、隣のさくら。ねえさくらちゃん、何が欲しい。あら、ああまた女の執念むき出しにして。お前たち、あの子私より綺麗だって思うかい。そうですね、可愛いですね。あの子を見ると心が安らぐな。私を見ると心がどうなっちゃうんだい。その顔を見るたびに僕は人生を誤ったという悔いに責めさえなまれるんですよ。この場合は縦に横に斜めにめっちゃか。この手の顔の女には気をつけましょうね。解説しよう。こちらはもんじゃ博士の研究所。聖徳太子の尺か。今度こそ間違いあるまい。聖徳太子の割れた尺とこの尺を合わせれば命の元のありかを記した文字が読めるはずじゃ。に、いやもう誰じゃいこの忙しい時に。何年ぶりかしら。いやあの、どうも思い出せんのじゃが、どなたじゃったかの。ああ、私を忘れるなんて、血を分けた実の娘を忘れるなんてあんまりよ。あの娘、8年前に家を飛び出したムーコよ。パパ、思い出して。ムーコ、涙のご対面はそこまでだ。探したぜムーコ。もう今度は一体誰じゃ。失礼、私 FBI のとぼけ警部というものです。その女モンジャームーコは銀行強盗を働いて指名手配されているのですよ。お願い警部、ここは見逃して。そりゃならねえムーコ。俺も目をつぶってやりてんだがな、これは俺の仕事なんだよ。さあ行こうか。来るんだパパ。一つだけこの悪い娘のお願いを聞いて。どう？パパの思い出にその割れたしゃもじをどうぞ私にちょうだい。おいいとも。 ありがとうパパ。おやじさん、今度出てくる時にはあったかく迎えてやってください。じゃあな。むっこむっこむっこ。あら待てよ、わしの娘つまりさくらの母親は外国に旅行中だったはずじゃが。ギャー、やられた。どうです、無女様、これが今週のメーカー、総ヒノキ作りの三重の塔メーカーです。デザインもよし、材料もよし、大したもんだわ。いや、それほども。これで500円は安いわ。いい買い物したわ。無女様、三重の塔メカ、そうヒノキ作り。まあいいんじゃない、ね、帽子返してちょうだい。よっしゃ。もう少しなんとか言いようがないもんですかね。私にもプライドってもんがあるんですよ。え、フライドポテトがどうしたって。で、フライドポテトちょうだい。あー、またまた、むた、たぶこびく、まんじんだ。聖徳太子の時代へ出発。どんどこ。
またやられたんですか。そういう奴らの芝居に乗せられて気がついたら割り符の尺を取られとったんじゃ。てっちゃん、ああまた善玉に出動してもらおう。やばっこと申し訳次第もありませんよ。どうしたお前たち。気は優しくて力持ち、ピストン強く、のど自慢。さて今日オイラのカラオケに乗って歌うのは東京の杉並第一小学校5年生池田恵子ちゃんだよ。出発進行。ワオワオ、力自慢で喉自慢、ポッポ歌えばみんな振り返る、ポッポやいやと良い子も手をたたく、さくらちゃん乗ったら恥ずかしい、ポッポてっちゃん乗せたら勇ましい、ポッポシュシュポッポシュシュポッポシュシュポッポ、の里。解説しよう。ここは古の都タコルガの里である。泥棒だ、泥棒が捕まったぞ。盗みは重罪、早速処刑してくれるわ。さあどうとでもしやがれ。待ちなさい。これは牛宿の巫女様。解説しよう。この人こそ後に聖徳太子となる牛宿の巫女である。 しかしこの者は札付きの盗人ですぞ。二度と盗みをせぬよう私がこの者の身柄を預かりましょう。いいですね。そういうわけです。ここは私に免じて。はあ、ね、どうやらあの男が皇太子の本命のようですね。つうことは尺もあの男が持ってるってことだね。見えついた人気取りなんかしやがって。次の皇太子はこの熊子様こそふさわしいのさ。今に見てやがれ。この男ホガの熊子という悪党である。顔はともかく話は私と合いそうなかった。熊ちゃん、熊ちゃん誰じゃい。お前はこのわしに向かってなれなれし。まあそんな固いことおっしゃらないで。私たち悪玉トリオって言うんだけど、お力になるわ。無女様、私反対ですよ。何もこんないやらしい男って組まなくったってね。おう、わいらがいるねんの。お前たち悪玉トリオのボスは誰。ドキ、私はお前たちの何だろう。ボスです、司令官です、大統領です、女神です、女王陛下です。地球は誰のために回るの。ムーニョ様のために。星は誰のために輝くの。ムーニョ様のために。あの太陽、ムーニョ様のために燃えます。よし、その心構えお忘れでない。どんどんこう。何をごちゃごちゃやってんの。わしに力を貸すのか貸さんのか。ああ抑えて抑えて。牛宿の巫女は私たちにお任せ。その代わり私たちの望みも聞いてちょったい。なんだと、警備隊長のこの俺に王子を始末しろだと。もちろんお礼はするわ隊長さん。やあ夜な触らない。貴様たちのような輩は俺が切り捨ててくれる。これだ、危ない、ちょっと危ないよね。いや、あのね、金貨2ピクロって私のブロマイドもあげちゃうからな。スカプラチンキ、金貨4ピクロ。
金貨5袋、6袋、7袋。あの最後の出血大サービスだ。金貨10袋にこの女もつけちゃう。持ってけ泥棒、持ってけもな、持ってけ。赤ちゃんバナナか。ねえ隊長さん、そんなに考えることないじゃない。こうスパッスパッと。それであんたは一生遊んで暮らしていけるのよ。世界中の美女に貸し使え。ある時はディスコキング、ある時は F1 レーサー。過ぎ去りし青春がまた復活するのよ。男だったらやってみな。たった一度の人生を太く短くたくましく。あ、生きてみろ。よし引き受けた。ここは牛宿の巫女の夢殿である。そしてこの夢殿に早くも巫女の命を狙う魔の手が迫っていた。巫女、お前を切れば大金が手に入るのだ。命はもらうぞ。そなたは巫女の警備隊長でありながら。隊長、私を切りたければ切りなさい。何だと。もっとも私の身近にいたあなたに裏切られてしまったのは私の未熟なせいでしょう。さあ切りなさい。隊長。ダメだ、俺には切れない。分かってくれたのか。私は嬉しい、本当に嬉しい。巫女、嬉しくない。猛女はちっとも嬉しくない。あの隊長め、人の信頼を裏切っちゃって。もう賄賂あげたのに。よし、こうなったら自前で行くんだ。どんどんこう。ママ、誰邪魔するのは。天が呼ぶ、地が呼ぶ、風が呼ぶ、悪を倒せと俺を呼ぶ。小田悪だまん、善意の塊善だまん1号ただいま誕生。同じく2号今日はまあまあの出来ですね。今こそ見せよう、悪玉の華麗な決まりポーズ。うわー、あーっ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 、お前たち大丈夫か。だからこのポーズは危険だって言ったんです。足元が狂っちゃってんだよ。実力もないのに無理なポーズをするからだ。いい加減にしないと一生を台無しにするわよ。うるさい、うるさい、あんたたち何を言ったい。生意気だよあんた、うるさいよあんた。さあ怒りがよみがえったところで、おお、喧嘩に戻るんだ。なんだ、けん玉コルト、さあ、はあ、待ってましたよ。どれ、オイラの歌を聞きたい者はどこにいる。あっちだ。うんうん、飴玉トリオとか言ったな。では一曲聴かせて、死んでよ。カラオケスタート。とぼっけ、耳の線、耳。はいはいはい、まあ、絶対聞こえない特別高いの用意しておきました。どうです、聞こえないでしょう。ボケブス、ボスボケ、黒ボケ、男ボケ、ボケボケ。まだはめてない。カネ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 、はいはい。だは、おのれ、オイラの歌の良さを知らないなんて、叩き潰してくれる。今週の打線転覆大作戦やるやるやる、やられるぞきっとな。しゃれ、
ポイント切り替え作戦いくわよ。なんとなかなかやるわね。第2ポイント切り替え、ポイント切り替え、あーセンタライオン戻れ、あらあライオンが飛んだし、もう限界よ。俺は水が苦手なんだよ。救援メカを呼ぶんだ。わかった。解説する暇もなく、ゼンダビーバーの出撃である。ゼンダビーバービーバックルラクナよーし、行くぞー。ダメだこりゃ。よーし、愛の向きだ。それ聞いた、愛の目覚め。今週のシステムメカ発進。今週のシステムメカはコンピューター内蔵の学用品による300ミリ自走カノン砲である。その強力なカノン砲の弾は土木系士の設計による木造3階建てのメカなど跡形もなく吹き飛ばすことができるのである。ふーん、敵ながらすごいの作ったわね。感心してる早いか。バラバラバラにされちゃうじゃないか。まあ、見ててください、この三重のトンメカの素晴らしい性能を。それさあ、どっちだ、あ、どっちだ、こっちか、あっちか、どっちだ、どっちだ、こっちか。はあ、弾は一発しかないのにどれを狙ったらいいこった。おい、なにをね。まあ、トボッケお前やるね、天才だね、秀才だね。出ろ、特大おだて豚。豚もおだてりゃ木に登る。あ、待った、あれだ、あの豚の出ているメカを狙うんだ。わかった。ゲー、こっちを狙ってるまんね。カプラチンキ、お前がこんな特大おだて豚出すからだよ。もう知らないからね。ボキッ、豚でも抱いて死ねっちゃ。ワイデンがな、ムージョちゃんま。止まりません。発射。これだ、超特大使の尺だ。よし、それじゃ行くか。え、勝利のククリン、ゼンダアクデ、ゼンダアクデ、なんてかったみじめ。これまた悪だまん。ホガのクマコのクーデターは失敗に終わり、全員頭を丸めてお寺へ修行に行くことになった。そして肝心の命のもとは、なんだこれは、命のもとのありかを示した文字じゃなくて仏教の教えを記した経文だよ。じゃあ今回も命のもとはなかったのね。
善玉マンとやらいいではありませぬか。命のもとはなくとも人々は希望を取り戻したのですから。私は今まで学問の中に逃げていました。これからは人々のために命を捧げます。こうして牛宿の巫女は人々の願いに応えて皇太子になった。後の聖徳太子の誕生である。よかったわね。うん。本日の判決を申し渡す。今回の失敗は土木系が特大豚を作ったことに原因がある。よって土木系をおだて豚の系に処す。お願いだから早く登ってよ。もう土木系気張って登んないとカニのハサミでチョキチョキされるわ。分かったわよ。本当に憎ったらしいったら話しな。あっちゃって、そぼけいじめらもっと泣くも。アタリアの少年マルクは苦労してお父さんを訪ね、ついに命のもとを手に入れたという。悪玉鳥は早速マルクに近づくが、なかなかのしっかり者で思うようにいかない。そんなマルクには本人も知らない秘密があったのである。次回ゼンダマン、父を訪ねて三千里、ゼンダマンをお楽しみに。命のもと探して探して、未来へ過去へ飛んで飛んで、ゼンダマンどっこい、やっつけてよいしょ、ほいさっさとシャレコベ。悪いことするたびに人気が出ちゃう。そこが狙いの悪だまん、お色気の天才の力の世界中をもらっちゃうのが夢なのよ。これまた悪だまん。